んた、なんで子供なのにあんなに強いんだよ。え、修行したからじゃねえか。なんだそれ。와사비소년은손오공의귀가둥글다는것을알아차립니다どこの種族？オラ山野人だ。それってどこの魔界？제이마개라고대충거짓말로둘러대는글로리오그렇게손오공일행을쫓아가는와사비소녀한편손오공에게털린헌병나는빨간봉을가진부지시한머리란꼬맹이를추적하기시작합니다あなた、お名前は？판지와사비소녀의이름은펜지판지おかしな名前だな悟空あんたの方がもっと変な名前じゃないか。もう一つの名前はカカロットだ。손오공의셀프카카로트언급마개인들은누구나마법하나쯤은쓸수있다고합니다코에혀닿기마법시전하는손오공펜지가마법시범을보여주는데돌하나도겨우듭니다와스네잠펜지제일최근싸움이마인부같은놈이랑싸운거면서이런거보고신기해주는손오공마이치반특이나노와기타이지리다けど네펜지의포지션은부르마나팡역할을할것으로보이네요펜지는고마와함께하는대게스를알고있었고개왕신이대게스와같은그린디인이라는걸알게됩니다대부분의그린디인은마계밖으로나갔다고하는데대충여행온거라고둘러댑니다그렇다고하기엔제일마계에그린디인이두명이나있는데질문은そこまでだ아んたの名前も一応聞こうか고리로다고로리야야브로리아니다성에가는길을잘아는펜지마계인들의평균수명은천살이고펜지의나이는82살이라고합니다그렇게걷고걸어제3마계왕이있는카단성에도착합니다그시간고마가있는제1마계의성납치된덴덴은의외로잘지내고있었습니다こいつはいずれ新しいドラゴンボールを作ってくれる貴重なナメック人だぞ다행히정중한대접을받고있는덴데그렇게카단성문지기들을만나고てめえら、なんかよか！グロリオだ。昨日会っただろ。カダン王に面会だ。誰がガキだって？おお！姫様！알고보니카단왕의딸이었던펜지82살의공주님입니다의외로평범한마계의상황카단왕을만납니다おい、魔人ブーを倒すほどの強いやつを連れてくるって言ったじゃねえか。ただのガキじゃねえか。펜지를구해줬다는말에바로착해져버리는카단왕카단왕이글로리오에게명령한게아니라글로리오가그냥고마를쓰러뜨릴수있는손오공을데려오겠다한것이었습니다なんで外の世界のやつがあんなに強いんだよ。だから修行したからだって。이정도면도장하나차리겠는데카단의목적은고마를쓰러뜨리고대마가의평화를위해자기가대마왕이되는것너는우마왕포지션이냐うまくいったらお前をパンジの婿にしてやる。あの、オラ結婚してるし、子供もいるんだけど。갑자기치치둥절私と悟空さんはゴマのせいで子供の姿にされてしまったのです。덴데를구해내거나마계의드래곤볼을모으겠다고말하니어드래곤볼구슬신의강함에여기도호들갑입니다손오공의강함을못믿겠는카단왕은손오공을테스트하겠다고합니다그렇게간단히병사들을쓰러뜨립니다데브라도못이기는데너네가이기겠냐서비스로보여주는출사여인변신개왕신도처음엔많이놀랬었지몸의적응이완벽히끝난듯한손오공그렇게카단왕에게비행기를빌립니다개왕신은후발대로온일행들이암호를모르니어떻게든해달라고부탁합니다그렇게하이비스라는자를부르는카단왕お前外の世界に行ってこの客人の仲間を連れてきてくれ第七宇宙の地球という星です그렇게드래곤레이더비슷한걸로제7우주신전을찾아냅니다고마를쓰러뜨리는걸보고싶은펜지도손오공팀에합류합니다그렇게비행기타고출발출발하자마자엔진고장펜지의짐이너무많이실린탓이었습니다출발하자마자바로추락이렇게드래곤볼다이마5화는끝이나게됩니다시청해주셔서감사하고좋아요와구독부탁드려요드래곤볼다이마6화에서만나요